石膏吉都市空港集団、ボルボカーズボルボカーコーポレーション、通称ボルボカーズは、中国、石膏吉都市空港集団の傘下にあるスウェーデンの自動車会社である。スウェーデンのイエーテボリに本社と工場がある。ボルボカーズの前身は、ボルボグループの乗用車部門である。ボルボカーロゴ1924年、アッサール・ガブリエルソン、グスタフラーソンによって、 スウェーデンでの自動車製造の計画が始まる。SKF 社の講演で、1926年に自動車メーカーのボルボが誕生し、ボルボブランドの乗用車製造が開始される。社名の由来は、私は回るという意味のラテン語のバルボに由来する。SKF のベアリングのブランドにちなんだ名称である。1927年4月14日、ヨーテボリの非人間にある工場から、 ヤコブと呼ばれるバルボンフ4が最初に製造されたボルボ社である。1999年にボルボの乗用車部門がフォードに譲渡され、ボルボカーズとしてフォード社のプレミアムオートモーティブグループの一部門となった。フォードグループ共通のプラットフォームやエンジンを採用しつつ、ボルボのアイデンティティである安全設計を守り続けてきた。同社が生産販売する乗用車は、 商標管理会社である、ボルボトレードマーク、ホールディング AB の利用許諾を得て2010年8月までは、ブランドを使用していた。2010年8月、フォードは、中華人民共和国の吉都市議社の親会社の石膏、吉都市空港集団に、ボルボカーズのすべての株主の権利を18億ドルで、売却した。そして、フォードグループからの離脱を機に、 完全自社開発で次世代のエンジンシャーシを新開発し、順次採用している。ボルボ設計の基本は常に安全でなければならないという理念のもと、安全装備の開発、自己調査の実施と設計へのフィードバックを行う企業方針と北欧メーカーであるため、ヘラジカとの衝突を開発段階から考慮し、ムーステストを実施することから、世界一安全なファミリーカーと、 評価されていた。また、各種安全装備に関して特許の公開を行い自動車の安全性に貢献した。例えば、1959年にボルボは三点式シートベルトを発明して特許を取得するも安全は独占されるべきものではないという考えからこの特許を無償で公開した。このおかげで三点式シートベルトは 全世界の自動車についている装置となった。さらなる安全を目指して、2020年以降すべての車種でスピードリミッターにより最高速度が時速1 8 0トルに制限される。日本におけるボルボ乗用車の輸入の歴史は1960年に柳瀬商事株式会社の冒険法人である北欧自動車株式会社が日本総代理店となった時に遡る。 1974年に北欧自動車はボルボと帝人株式会社との合弁会社である帝人ボルボ株式会社に相代理店を譲り、1986年に帝人ボルボの営業譲渡を受けたボルボジャパン株式会社がボルボ100%出資の日本法人となった。1999年に乗用車部門のフォードモーターへの売却に伴って、 参加の買収ブランドの統合販売組織である、プレミアムオートモーティブグループの日本法人、PAG インポート株式会社が行っていたが、ジャガー、ランドローバー、アストンマーティンの各部門の売却のため、ボルボ乗用車のみのインポーターとなり、日本法人、ボルボカーズジャパン株式会社に、そして2013年4月1日に、ボルボカー、ジャパン株式会社に、社名変更して、 今日に至る。二千三年より、全世界統一のショールームコンセプト、VNF を導入し全国展開してきたが、二千十三年から、次世代コンセプト、バーを制定し、同年九月日本導入第一号店をオープン。ボルボジャパンの創立以来代表取締役社長は、外国人だったが、二千十四年に、初の日本人社長として、トヨタ自動車、ファーストリテイリング、 日産自動車出身の木村隆之が就任した。木村の就任後は、ブランドの立ち位置及び、販売戦略を、純プレミアムから、プレミアムに変更。以降、販売台数を大きく伸ばし、2019年の販売台数は2014年時点から約40%増の18,564台を、記録した。2017年より、サブスクリプション販売を導入。 2020年1月の時点で新車販売の約9%を記録したと発表した。ボルボの各国インポーターとしては珍しく、東京都と神奈川県に直営ディーラーを運営する。以前は埼玉県、愛知県、大阪府、兵庫県にも直営店があったが、地元資本のディーラーに譲渡し、直営は縮小した。また、インポーターの方針に背いた、 地方会社のディーラー契約解除が続出したことで全国のディーラー数も2000年頃の拠点数145点から約110点にまで減っている。近年は販売力の強い会社が複数地域の店舗を運営するようになっている。2013年6月から認定中古車制度を全世界統一プログラムであるボルボセレクトに一新し専用店舗も展開している。 2016年には、町田市の直営ディーラー、ボルボカーズ東名横浜内に、1990年、以前のクラシックモデルの整備、レストア拠点、クラシックガレージを開設した。最初のボルボ1927年、V4PV5441966 年、140シリーズから、ボルボ車に3桁のシステムを採用した。最初の数字は、シリーズ番号、 二番目の数字は、シリンダー数。三番目の数字は、ドア数であった。164は、1シリーズの6気筒エンジンと4ドアを備えていた。しかし、このルールには、例外もあった。例えば780は、直列4気筒ターボチャージャーと、自然吸気の V6 ガソリンエンジン、直列6気筒ディーゼルエンジンを搭載していたが、8、気筒エンジンはなかった。同様に、 762は直列4気筒ターボチャージャーが装備され、362は直列4気筒しか搭載されていなかった。一部の 240GLT には V6 ガソリンエンジンが搭載されていた。740のように最終桁の意味を落としたが、識別万上で不完全性になってしまった。1995年以降のモデルは2桁になっている。 1 2 0系、Amazon P1800ES1972 年からの、バルボ144の、セダンボルボ 66S80XC70S、60RXC90V50T5C、30S90V60 クロスカントリー D4、クラシック V40T3 インスクリプション XC、90T6 オード V90T5XC60、 T5 オード XC40T5R デザイン V60T5 インスクリプション1900年代2000年代第471回ボルボの歴史を一望のもとにスウェーデン本社のミュージアムを見学するウェブクグ、2020年4月13日閲覧ボルボカーズスピードの出し過ぎによる危険性を喚起するため全社に 時速180キロまでの速度制限を導入すると発表。ボルボカージャパン。2020年5月14日閲覧。製品情報。サイドエアバッグオートリブ。2018年1月1日閲覧。日本経済新聞。APC。 t, e, f, g, h, i, h, t, t, p, スコロンスラッシュスラッシュグループドット v o l v o c r s ドットコムスラッシュカンパニースラッシュ o b l ダッシュ r e s e n c e a b c d e f h t t p コロンスラッシュスラッシュ WWW.VOLVOCARS ドットコムスラッシュインターナショナルスラッシュコーポレーションスラッシュ f-a-c-t-s-a-n-t-f-i-g-u-r-e-s、e、スラッシュページスラッシュデフォルト .a-s-p-x 80年代輸入車のすべてから魅惑のミエ輸入車の大構成時代三栄処方ピアニッシモ3595 ISBN 9長7847億7961万7232 80年代輸入車のすべてから魅惑の 先鋭輸入車の大構成時代。三栄書房。ピアニッシモ94。ISBN9 兆7847億7961万7232。ボルボエース60新型。木村社長。国産ラージセダンからの積極的な代替を狙う。レスポンス。2019年11月13日閲覧。ありがとうございます。